今回は北米オオチャイロハナムグリの割り出しを行います。早い段階で成虫が死んでしまったので少々心配ですがどうなることやら。早速ひっくり返してみます。ちゃんと幼虫が出てきました。初齢幼虫から二齢幼虫が混在しているようです。どのくらいいるか数えてみます。ゴライアスジャパンが初めて投稿した動画は本種のマット交換でした。その時の幼虫が成虫になり、産卵セットの動画を先月投稿しました。そして今回その産卵セットの割り出しということで動画内で1サイクル回したことになります。感慨深いです。22頭の幼虫が得られました。本来であればこの数倍の数を得ることも難しくありませんが、成虫が早期に死んでしまった割には、マシかなと思います。みんなも飼育してみてね。